もしかしてご飯だけ立花さん、父にびっくり弁当。6月は毎朝5時に起きている立花さん25歳、本日は父花さんにびっくり弁当を作る朝の過ごし方に密着していきたいと思います。チャンネル登録してね。最近はポケモンスリープにハマってます。今日の睡眠時間6時間半、昨日よりは長く寝れてますね。今日はどんなポケモンがいるでしょうか。ワニの子がいる。ワニ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 。実はワニの子好きなんで、これはゲットしたいですね。ゴースがいる。ゲンガーも好きなんで、ゴースも嬉しいですね。ヤドン秋山。最近朝起きたらポケモン GO やっちゃうんで行動が遅れてますね。今日はヤドンが仲間になりました。ようやく5時起きの習慣が身についてきて、これなら夏本番のコロちゃんの散歩も乗り越えられそうです。最近はポケモンスリープを始めたので、睡眠のモチベーションも上がってきました。ケピーキキの木、はいはいはい。早速着替えてコロちゃんの散歩に向かいます。曇ってはいるので、こんなに早く行かなくてもいいんですけど、雨が降りそうなので、お弁当を作る前に散歩を済ませてしまいます。はい、コロちゃん、おはようございます。おはようございます。よく眠れましたか。よく眠れたの、昨日はね。はい、あ、1回分ぐらい出てますね、お客さんね。お客さんじゃないわ。おむつが匂わない袋に入れとけばいいもんね、コロちゃんね。はい、行きましょう。じゃあ、元気だな、朝から。アジサイでーす。ねえ、アジサイ毒あるから近づいちゃダメよ、コロちゃんね。ほら、行きましょう。5時半になっちゃいました。ワンツーワンツー、幸せは歩いてこない、だから歩いて行くんだね。ここも焼け野原になってるよ、コロちゃん。ジャンプ、よし。今日は曇ってるから涼しくていいね、コロ。あそこにヘビがいますね。お米がどんどん成長してるね、コロちゃんね。コロちゃんも成長してるのね。この調子だとあっという間に収穫まで行っちゃいそうですね、コロちゃんね。さあ、コロちゃんの足取りがウキウキしてまいりました。そろそろあの場所を探してますね、コロちゃんね。この辺で下に降りるか。コロちゃんってなかなか道路のど真ん中とかじゃしないんですよね。降りた。はい、コロちゃん頑張れ。コロちゃん頑張れ、コロちゃん踏ん張れ、コロちゃん頑張れ、コロちゃん踏ん張れ。はい、オッケーです。はいはい、コちゃん、猫ちゃんです。おはようございます。ちょっと警戒されてますね、コロちゃんね。背中がすごい丸まってますもん。攻撃しないから大丈夫だよね。攻撃しないから大丈夫だよね。コロちゃん仲良くできるもんね、猫ちゃんとね。一定の距離を保ちつつ、この世界は厳しいね、コロ。今日も元気に過ごしてくださいね。じゃあ行きましょうか、コロちゃん。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。じゃあ、おさりしたらおやつ出てくるよ。おさり。こちゃん、おさりしてみ。はい、お手。お手は？よし。はい。よし。緊急事態発生！スマホの三脚壊れちゃった。マジかよ。参ったな、これ。6時15分です。まさか朝一で三脚が壊れるとは。あはは、同じや同じや思って、やっと使いこなせるようになったんです。まあ、1年ぐらい使ってたんで元は取れたということで、気を取り直してお弁当作っていきます。今日は豚肉の生姜焼き弁当を作って、ちょっとだけ父原さんにいたずらしたいと思います。まずはうちで取れた長澤切るぞ。あら、森田君。長澤くん。藤木くん、何をするんだい。長澤くん、もうすぐ6月も終わりだね。藤木くん、僕たちの小学校3年生はいつ終わるんだい。それは聞かないプロミスだろ。涙が
止まらないよ。次はブータロー切るぞ。お弁当用じゃちょっと大きいからな。ちょっと古いブータローも冷蔵庫に隠れてたぞ。働きたくないブー。働いたら負けだブー。お前ブータローじゃなくてブータローだろ。トミコだブー。お弁当サイズに切りました。続きまして、醤油大さじ1と1/2、みりん大さじ1、砂糖小さじ1、生姜2かけ、チューブで代用してます。長沢んちが火事だぞ。油かたぶら、やべ、油がない。もこみちで代用するしかないですね。もこみちの豚肉の生姜焼きって美味しいのかな。豚肉を広げて入れていきます。おーほー、長沢くん、藤木くん、何をするんだい。だって豚肉の周りに玉ねぎを入れるって書いてあったのさ。全然上じゃないか。そういうものである。ちょっとお肉の量が多かったみたいよね。長沢くん、藤木くん、最低ね。里山さん、洗えばいいんだろう。肉の色が変わってきたら小麦粉振ります。そして裏返して焼きます。そして先ほどの合わせ調味料を加えて、汁気がなくなるまで絡めていきます。美味しそう。夜の分まで作りました。豚の生姜焼き一丁がり。業務スーパーの冷凍ブロリー解凍していきます。これが本当にお弁当に便利で。そびえる巨大な壁。蓋をして水分飛ばしていきます。鮭も焼いていきます。鮭です。清めの塩。よいしょ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 。怪奇現象。おはようございます。おはようございます。さっきの豚肉の生姜焼きだと幸せだな。甘に言う納豆入れすぎじゃない。小さじ1杯。混ぜ方がプロ並みだね。これ お父さんはご飯に納豆かけないんだ。はい、母花さんの味噌汁です。いただきます。前で溶いた玉ねぎは最高だな。ご飯が進むな。ハバナさんが卵焼きを焼いてくれてます。手にできた。はい、お母さん、豚肉の生姜焼きの毒味お願いします。いただきます。味が染みてて美味しいです。今日の豚肉の生姜焼きは何点ですか。100点。いただきます。うん、玉ねぎが甘い。やっぱお父さんが作った玉ねぎ違いますね。ありがとうございます。お母さんの肥料をやってくれてお米だよ。おかずを詰めていきます。今日はびっくり弁当ということで先におかずを詰めます。まずブロッコリーを端に詰めて、ここに生姜焼きをドーンと、よいしょと、こんなもんかな。ここに鮭でガード、そして卵焼きを入れて盛ります。盛ります。さらに盛ります。やばいな、これご飯が上に盛れるかちょっと心配。もうちょっと平たくですね、きっと。土台がこんな感じです。そしてここに海苔、うまく切れるかわからないんですけど、感覚で切っていきます。まあ意外とね、図工は得意だったんで、よいしょ、悪くない悪くない。ここにご飯を詰めていきます。バレないように、あたかも白米だけの弁当の。あちゃあちゃあちゃ。はい、できた。これはもうわからないでしょう。最後に真ん中に梅干しのせます。よいしょ。びっくり弁当いっちゃがり。あ、お父さん、今日のお弁当です。あ、どうもありがとうございます。おお、なんだこれ。これはちょっと世間は許してくれやせんよ。ははは、寝ちゃってます。お父さん、いってらっしゃい。じゃあお父さん、お仕事頑張ってね。どうもありがとうございます。頑張ってきます。気をつけてね。傘持った？傘は車だから。あ、
はい、じゃあ行ってきます。よいしょー。しばなさんを笑顔で送り出したら睡魔が襲ってきたのでマッサージ機をつけながら仮眠していきます。お弁当作りを毎日やってるお母さんたち本当にすごいですね。おやすみなさい。ただいま8時20分で寝起きのガチャタイムのコーナーなんですけど最近ドッカンバトルにハマってるのでセルマックス当てていきたいと思います。なんか来い。たった一人の戦士ギニュー、ヨア、タンクスくん、ありゃ、皆殺しだ。誰これ。あと一回だけ引かせてください。およいしょー。父、ローガ、夫婦剣、お願いします。セルマックス。三度目の正直って言葉もあるので、本当に次でラストにします。お、ベジータいますね。よこせ。あー、最悪。いやー、ちょっとね、これじゃ終われないですよ。母さんに任せてください。ガシャル、クリリン18号いいんじゃないこれ。おー、母さんすごい。 LR だよこれ。 LR ゲットしました。体重測っていきます。よいしょ、 55.2 です。夏までに2キロ痩せたいんですけど夏になっちゃいそうですね。厳しいって厳しいって。コールドシャワー浴びていきまーす。まあコールドシャワーもねだいぶ慣れたもんっすよ。こんなの情熱の朝シャワー。雨が降ってきちゃいましたね。朝のうちに散歩行っちゃって正解でした。化粧水ピエール滝さんつけていきまーす。アナと雪の女王ちゃんと見たことないんですよね。降り始めた雪は日焼け止めミルク、真っ白な世界に一人の私。パーマをかけて18日が経過しました。自分の髪質的にすぐ取れちゃったりするのかなと思っていたんですけど1ヶ月は余裕で持ちそうですね。7月にも美容室の予約が入れてあるんですけど髪を伸ばしてみようか今迷っているところです。コロちゃんの朝ごはん準備します。心臓と循環器のためのサプリ、これをかけてから犬用ミニハンバーグ、ミニでもしっかり崩して盛り付けていきます。コロちゃん元気に吠えてんな。今行くから待ってコロ。完成。お待たせ。大根食らえ。どこにお手してんのこいちゃん。おいしい。おいしいね。食欲バッチリだねコロ。夏バテしてないコロちゃん。食欲バッチリね。食欲あると安心するね。よく噛んでよ、コルちゃんね。よく噛んで食べてくださいね。はい、綺麗に完食。偉いね。で、コルちゃん雨降ってるからまったり過ごそうね、今日もね。コルちゃんお水飲んでください。偉いね、コロ。子供ちょっと洗濯物回していきます。最近毎朝青汁を飲むようにしてて、このヤクルトの青汁の巡りっていうのがめちゃくちゃ美味しいです。まあ今まで飲んだことある青汁の中で一番美味しいですね。ふるさと牛乳で抹茶ミルクみたいにして飲んでいます。雨なんでコロちゃんと一杯やりますか。コロちゃん青汁で一杯やろっか。うん、青汁飲みたいの？コロ。コロ青汁好きなの？青汁美味しいね。コロ、健康志向なの？ね、おさり。一緒に飲んでくれ。
ね。ティータイムだね、コロちゃんね。コロ。野菜の収穫していきます。花粉が荒れてる季節になりました。トマトの上にビニール貼りました。取れたトマトです。これキュウリチクチクしてて痛いよ。よいしょ、取れました。チクしてます、すごい。次回もまた見てくださいね。じゃんけんチョキうふふふふ。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画の撮影日は6月21日金曜日なんですけど、編集が間に合ったら当日に投稿しているかもしれないですね。お母さんは次はどんなお弁当を作ってほしいですか？お母さん、お母さんはやっぱり鶏そぼろ弁当かな。